ピルンパさん、後藤真希さんはモームス加入当時もゲーマーだったんですか？その頃はゲームをする暇もないだろうけど、何ハマってましたか？私はゲーマーじゃなかったですよ、昔とか。モーニング娘。で本当に忙しかった時も、私デビューした時だって半年間ぐらいお休みがなかった。毎日朝から晩まですごいいろんなお仕事をさせていただいていましたが、あの時何してたの私。あのゲームセンターに行ってクレーンゲームとかで遊んだり、あとプリクラを撮ったりとか。プリクラ結構好きでしたね。クレーンゲームも今はないんですけど、多分ね、昔ロブスターとか釣れるクレーンゲームがあったんですよ。生きてるやつね。めちゃめちゃびっくりして、絶対撮りたいとか思ってロブスターのやつやったりとかしてましたよ。撮れたことないけど、逃げちゃう。全然わかんない。びっくりした。ごまきのギルド、はい、今回は、まあ、見てわかると思う通りニューゲーム、まあ、新しいね、私がハマれるゲームを見つけられたらなぁと思ってるんですけども、今回ね、これなんだっけ、エーペックスってやつ。簡単に把握した中では、要はバトルロワイヤルってあるじゃないですか。ああいう感じで1チーム3人で要は戦うわけですよ。で最後の1チームになるまで戦い続けるってやつで、銃を撃ったりするんだけど、私ゲームセンターにあるもう実際こう持ってやるやつしかやったことないわけ、今まで。だからこれどういう感じでやっていけるんだろうって、まだ全然触ったことないんでわかんないんですけど、まあ初見でどんな風に楽しめるかなっていうのをちょっとやっていけたらなと思います。っていうか、この子はなんでずっとピースをしてるんだ。まずは本当にわけがわかんないんだけど、トレーニング？爆弾を？戦いがあなたを呼んでいる。好きなだけ標的を倒すといい。これでなんだ？とりあえずやってみるか、まあ、やって感覚をね掴んだ方がいいのかな、こういうのって。まあ、今回の目標、まずは初見なんで、とりあえず走る、逃げる、撃つみたいな、それをやってみよう。ここに着地しよう。いや、分かったけど。君が人間なら息を止めることをおすすめするよ。え？全然わかんない。え、とりあえずこれ仲間なんでしょ。おい、私の武器は？リング内、報告、有利な位置で。戦いが始まったようだ。始まったようだって言われてもまだ武器持っていないんだけど。武器がないんですね。新しいキルリーダーが確定しました。
何これ。スモーク注意。あ、弾はでも10発しかないです。お、え、拾う。とりあえず拾う。フラグを投げた。え？フラグを投げた。へえ。ヘルメット。なんで閉めるの？閉めとかなきゃいけないの？開いた瞬間に私のこと撃たないでみたいか。おお、なんだこれ。この人の真似してる。なんかタイムがあと1分41秒ってなってんのかな。あ、なんか蜂の巣みたいな壁が、それ以上はいけないね。これがどんどん狭くなるのかな。ここに敵がいる。どこ？どこに敵がいたんだ今。ここに敵がいるって言ってたぞ。こっちを探索しよう。お、おらい。やばい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 。びっくりした。これは今何が起こるの？舞台全滅。え？舞台全滅。はい。というわけで、初チャレンジやってたんだけど、なんか。あそこに敵があるだとか、あっちに行ってみようみたいな感じで、なんか声が聞こえたから、それの通りにとりあえず行ってみたわ、行ってみたんだけど、行った瞬間に、なんか撃たれまくって、何にもすることできなくて、終了してた。とりあえず、まずは1回じゃよくわかんないんで、練習してみて、ちょっともう一回やってみます。まあちょっと練習したので、もう一回やってみるか。ここに着地するぞ。わかった。ここに着地するのがいいと思う。この瞬間がたまらない。これだ。これこれ。これです。私が言う。これ。よし。ん？これは何？ボール？これは？装備？報告。次のチャンピオンはこの俺様です。とりあえずさ、私の仲間ともうちょっと近くにいた方がいいのかな？仲間はどこへ消えた？これは一緒にもらってもいいもんね。
勝だ。全員リングの中だ。ナイス。ナイス。リロード中だ。見つかった。撃たれてる。リロード。おい。部隊は全滅だぞ。天文で。ヘルスドローン展開中。シングシールドを発見。レベル2だ。ライフラインパッケージを要請するわ。なんだこれは。なんかすごいの要請しちゃったんだけど、大丈夫か私。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダー、注意しないとね。カウントダウンが始動。警告、リングの閉鎖が始まっています。爆破される。リングが。すごい、全員リングの中だ。危ない、危ない、危なかったよ。医療キットを使ってる。リロード中よ。勝者が確定しました。何？なんかトロフィーともらったんだけど。終わったの？エーペックスのチャンピオンとなりました。なんかピースしてる相変わらず。アリーナチャンピオン1位だ。よくわかんないけど2回目の挑戦でなんかわかんないけど1位って書いてある。というわけで初見含め全部で2回マッチングでやってみました。なんか最初のプレイはもう本当に何って感じだったんですけど、2回目今やったやつはなんとなくこんな感じなのかなみたいなので進めていくことができました。まだまだわかんないことたくさんあるので、もしこのゲームをすでにやり込みされてる方、まあいると思うんですけど、よければアドバイスください。というわけで、はい。このチャンネルが面白いなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。なんだろう。パッパラパー、パッパパパパー、パパ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 パ
パパ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 パ